はい、じゃああともう一部屋ですね、見ていきます。2ベッドルームの部屋ですね、ここが12階ですね、12階。今ちょうどオーナー様が、ベトナム人のオーナー様が住んでいらっしゃいます。はい、こう家具に関してはちょっとベトナムチックな感じですよね、します。ただカウンターキッチンで、ね、非常に綺麗にですね、カウンターの上を何でしょう、こういったしつらいものをして、こう収納をこう作ってらっしゃるというのと、まあ、あのキッチンから見た、カウンターから見たこの広いスカッとこう長方形のね、形のいいリビングとダイニングですよね。でここの脇にはちゃんとあの、何度もありまして、よこしょ、ちょっと暗くて申し訳ありません、電気つくかな、はい、ごちゃごちゃって今入ってますけども、ちゃんとあの棚がついてましてね、棚がついてて、はい、あの収納できるスペースがこうあります。はい、なんでまああの何でしょうね、さっきも言いましたけども、大きなスーツケースとか、掃除機とかそういったものはまとめてここに、はい、置いていただければスッキリできるかなと思います。はい、あとこういう壁掛け型の薄い、まあ、テレビ、もしくはテレビ台、DVD とか、はい、こういったものも全部つきます。で、キッチンに関してはこんなカウンターキッチンですよね。はい、さっき言いましたようにこの棚がね、こういう木でこう作ってらっしゃいます。はい、もう実際にオーナーさんが綺麗にしてお住まいになってらっしゃるし、今もこういらっしゃるんですけども、ハウスキーパーさんが綺麗にこうそこでね掃除をしていらっしゃるんで、あの綺麗にキープをしてくれている、お部屋ですね。エレクトラックスの冷蔵庫があって、ビルトインのエレクトラックスの、オーブンと、同じくエレクトラックスのレンジで洗濯機ですよね。でここのもう一個の売りはですね、必ず全ての部屋に網戸がつきます。これですね、はい、外にこう洗濯物を干すなりするにしても、この網戸がつくつかないでやっぱり全然違いますよね。はい、網戸がつくということです。はい、全室つきます。今もさっきもちょっと言い忘れましたけど、リビングにも今実際に網戸にしてらっしゃいますよね。はい、綺麗にあの植栽をこうあの育てらっしゃるんですけども、はい、この網戸ですね、網戸です。この網戸がちゃんとつきますので、はい、まあ、虫対策は万全かなと思います。はい、これがメイン、まあ、リビングですよね。でこの奥に今2部屋あります。2部屋ありますね。はい、まずこちらが、まあ、メインベッドルームです。まあ、収納がこんな感じですよね。収納は変な感じ、上は、まあ、あの大きなものをまとめてドーンと掘り込むような感じで、まあ、スペースがあって、でこの奥は、まあ、サニタリースペースがありますと。ちょっとねいろいろありますけども、まあ、バスタブがあって洗面があると。洗面のガラスはこの奥はね、開ければ収納ですよね。収納ってなってます。こんな風に全部こう開閉できて、ね、奥は収納ですね。裏側は収納です。でこうお手洗いがありますよと、こういう間取りですよね。はい、でメインベッドルームでもやはり、網戸ですよね。もちろん、全部の部屋にこう網戸がついてます。これですね、はい、網戸がついてます。でもスカッとこうレイクビューが見えるっていうですね、このレイクビューですね、15階のレイクビュー。はい、まあ、ちょっとまあ今日は曇ってますので、見晴らしちょっとこうぼやっとしますけども、下にああいうプールビューが見えて、で、ビラタイプの家ですよね、が見えます。はい、こんな感じですよね。はい、15階です。で今オーナーさんがまあいらっしゃるんですけども、ここがサブベッドルームですよね。サブベッドルーム、はい、サブベッドルームですね。はい、スカーッとこう網戸がこう一望にあって、こんな感じですよね。はい、でクローゼットですね、があります。で、まあ、こんな感じですね。あのここに、まあ、今ハウスキーパーさんやってますけど、グラスシャワーとお手洗いと洗面というのがつきます。はい、まあ、形としては、まあ、入り口から入ってまずこうスカーッとリビングダイニング、あとこういった置物等もありますけど、まずこういう感じで、まあ、形が綺麗ですよね。はい、形が綺麗だと思います。でカウンターが広くてキッチンがあって、
カウンターで料理をしながらこうリビングダイニングを見晴らすことができるというような立地です。でこの奥裏側に2部屋、メインベッドルームとサブベッドルームと、メインベッドには、バスタブ付きのサニタリーがついてますと、ゲスト用にここにサブのグラスシャワーだけですけども、シャワーと便器と洗面があると。で全ての窓には、網戸がついていると。標準です。オーナーさんの費用でつけてらっしゃいます。いかがでしょうかね。はい、でこれが、広さがですね、115平米です。115平米の2ベッドルームです。はい、2ベッドルームです。今空いてます。はい、で、ご予算は2000、税金管理費込みで2300ドル、2300ドルです、はい。でまあ、これにまたプラスね、ハウスキーパーさんとかインターネットとか日本の番組とかいろんなものをつけていくんであれば、それにプラスオンして契約書、契約金額にインクルードして契約をすることもできます。はい、今実際に空いてるお部屋ですね。実際に今オーナーさんは使ってますけど、借り手の方がつけばすぐに要は引き渡ししますというふうになってますので、一度ご検討してみてください。はい、以上、ウエストレイク12階にあります115平米2ベッドルーム2300ドルのお部屋のご紹介でした。レポート終わります。